こんにちは、シャノンです。今回は梅雨でも崩れない前髪のセットの仕方を紹介していきたいと思います。梅雨は前髪が湿気でうねったりとか、それだけでテンションが下がるので、今回の前髪の作り方でフリーがしっかり漏れたりとか、そういうのがあったらいいなって思います。早速やっていきます。はい、まず前髪の横の部分をしまいます。で、前髪出したらスプレー、水のスプレーで濡らします。で、濡らしたらドライヤーでコンセントのコンセント飛ぶかな。ドライヤーで乾かしていきます。上からまっすぐじゃなくて、上から下向きに当てて乾かします。で、だいたい乾いたら仕上げに冷風で、と冷風をかけるとキューティクルが閉じてツヤツヤに見えます。そしたらパウダーをおでこにつけるんですけど、ケープとかの後につけるとケープのやつがおでこについてたりしてちゃんとカバーできないので先につけます。で、使うパウダーはミスフリーのノーセバムミネラルパウダーです。これは梅雨なんかジメジメするじゃないですか。それで皮脂を抑えたりする効果があるので、前髪がおでこに張り付いたりしないように先につけます。普段はなんか朝忙しいのでやらない日もあるんですけど、なるべくやった方が綺麗になります。前髪が綺麗だと一日のテンションが全然違うし、前髪が綺麗なだけでプリンの盛れ方も全然違うのでいつもやってます。で、次にアイロンをします。私はいつも140度から160度ぐらいで、あまり熱くないくらいの温度でいってます。前髪はいつも美容室行っても切ってもらわないで、自分のお気に入りがあるので自分で切ってます。今日も切ってきました。毎日整えていつもまっすぐになるように。で、アイロンで一回まっすぐに通します。で、横もまっすぐにします。で、私はいつもパッツンにしてて、で、巻き髪の子は巻き髪でも普通に大丈夫です。したらアイロンは終わり。で、ケープです。私はいつも紫を使っていて、いい感じにキープができるって教えてもらったのでこれにしてます。まず顔にかからないように手でこうやって押さえながら根元のここにつけていきます。結構ガッツリ。そしたら固まる前にすぐドライヤーの冷風をかけていきます。冷風をかけることによってケープの特有のテカテカ感とかがなくなるのでおすすめです。そしたら溶かして、これだけでも結構動かないんですけど、次に真ん中は避けて毛先だけにかけます。これもすぐ冷風をかけます。真ん中を避ける理由は、なんだろう、全体にかけるとパキってなっちゃうので、真ん中はあまりかけずに根元と毛先だけかけます。だから
自由で崩れにくくするポイントで、またケープを二度掛けしていきます。同じ場所に根元と毛先にかけます。で、またドライヤー。これでドライヤーの風が当たっても全然動きにくくなります。で、最後にこれニコラの付録の前髪マスカラをいつも使ってます。これは前髪上のアホ毛を押さえるのと、あと表面のあのピヨピヨ出てくる毛を押さえます。 OK。 これは付録じゃなくても市販のアンドハニーの前髪マスカラとかでも大丈夫です。あと最後に私が大好きなヘアピンをつけて完成です。よし、完成。とこの前髪の作り方はケープと前髪マスカラとかパウダーとかだけなので簡単だし、5分ぐらいで時短でできるので忙しい朝にもおすすめです。私はいつも前髪自分で切ってるって言ったんですけど、昔は結構巻いて流し前髪してたんですけど、なんか顔にパッツンの方が似合うってみんなから言われて、それからずっとちょっと重めのパッツンにしてます。切り方はなんだろう、私ザクっていうパッツン、まっすぐな前髪が好きで、だから普通にすきばさみとかは使わないで、美容室のハサミでもなくて文房具のハサミを使ってます。それだとマジでちゃんとパンってまっすぐになるので、ずっとその切り方をしてます。で、触覚は今伸ばしてるんですけど、こんな感じで伸ばし中です。あとは全部同じ長さのまっすぐな前髪にしています。たまに伸ばしてる毛からちっちゃい短なんか長さが違うピヨピヨした毛が出てくるんですけど、そういうのは毎日切ってて、あと眉毛のちょい下の長さが一番自分的に盛れるので1週間に1回ぐらい整えてます。4月号からボブになってるんですけど、ボブにしてからセットも楽だし、でも巻き髪ができないのでちょっとガーリー感が薄くなるので、いつもこういうガーリーなヘアピンとかつけたりとかしています。マジで動きません。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメント待ってます。じゃ、バイバイ。